待ってたわよ。ようこそセントソルトスノーへ。セントソルトスノー？ええ、とてもふさわしい名前でしょ。こんな不思議な建物は初めて見ました。まるで映画の特殊効果みたいです。夢を見てるわけじゃありませんよね。それが世界の泡の面白いところなのよ。どれほど不思議で常識外れな景色でも、世界の泡ではごく普通で基本的な法則によって作られているのかもしれない。だからスーサナ、目の前の景色を満喫してそのユニークな法則を確認すればいいのよ。さすが博識な世界の泡の旅人だな。あっさりしてる。待ってください、どうして私の名前を？あなたはスーサナ、そしてもう一人はゼーレ、そうよね。どうして私たちのことを知ってるんですか？緊張しないで、本当にこれが初対面なのよ。名前については、光の塩を探している最中にあなたたちはお互いの名前を呼んでたでしょ。ごめんね、盗み聞きするつもりはなかったんだけど、うっかりミスしちゃって。でもさっき私たちはだいぶ離れてましたよ。あの音符たちですか？ええ、音符を操れるのは便利だけど、たまにトラブルが起きちゃうの。例えば距離や周波数を間違えると想定外の声が聞こえたりするのよね。ああ、わかりました。別のチャンネルが混ざったりしてしまう古いラジオみたいなものですよね。確かにそうなんだけど、もう少し可愛い表現はできないのかしら。この漂流者さんは見た目よりもずっと大雑把な人みたい。あなたたちは天命のバルキリーでしょ？どうしてそう思うんですか？見ればわかるわ。だって天命のバルキリー装甲を身につけているもの。私のよく知ってるものじゃないけど、こんなに時間が経ったのにコアとなる技術に本質的な変化はなさそうね。さすがは漁師の海を旅する漂流者。やっぱりいろいろ知ってるんですね。じゃあ私から自己紹介します。天命本部直属不朽なる刃の B 級バルキリースーサナです。そのパートナーのゼーレです。今は呼びたいんです。ですがゼーレさんは強いバルキリーなんですよ。天命の重大な変革を見届けたってだけじゃなくて、世界を救う作戦にも参加したんです。すごいですよね。スーサナさん、そう言わないで。不朽なる刃、彼女たちの隊員だったなんて。そうなるとあなたたちはとっくに私の名前を知ってるかもね。え？何しろかつての私もバルキリーだったんだもの。一応あなたたちの先輩よ。どこから話せばいいのかしら。少し準備の時間をちょうだい。はい。せっかく新世代のバルキリーと出会えたんだもの。先輩として私も少し緊張しちゃうわ。準備はいい？じゃあ私の物語を語り始めるわね。あれは荘園と血類に満ちた過去。かなり前のことよ。かつての天命はより危険な崩壊の危機を処理するためにとある特別な小隊を作ったの。そのチームのメンバーには当時のバルキリーの中で最も優秀な人ばかりが選ばれた。精鋭の中の精鋭と言ってもいいでしょう。はあ。その中にある A 級バルキリーがいたの。優れた才能もなく、みんなに追いつくのが精一杯だったけど、それでも彼女は憧れの相手と共に戦えることに誇りを感じてた。そんな時、ある大規模な対崩壊戦で彼女は強敵と遭遇したの。敵の苛烈な攻撃を前にして、彼女ともう一人の仲間は苦戦を強いられた。
仲間たちにチャンスを作るために彼女たちは必死に抗い、敵と共倒れになることも惜しまなかったけど、想定外の出来事が起こった結果、そのバルキリーは宇宙文明に助けられて生き残れたの。彼女はある世界の泡にしばらく滞在し、そこのアイドルになることもできた。アイドル、私たちの知ってるあのアイドルですか？ステージに立つっていう。どうしたの？バルキリーなら楽勝でしょ？え、バルキリーって大変？その後、とにかくいろいろあって、彼女は再び旅に出て、漁師の海の漂流者になり、雪に覆われた世界で後輩にあたる二人のバルキリーと出会った。すごすぎます。この話を聞いてもう分かったかしら、私の正体が。そう、私は雪狼正体の生き残りで、元天命の永久バルキリー、別名冬の公園しぐれキラよ。そして、待って、その反応って私のことを知らないの？すみません。確かに私は長く天命を離れているものね。名前を知らなくても当然でしょう。でも私が在籍していた伝説の正体、雪狼正体の名前くらいは聞いたことがあるわよね。まあいいわ、かなり前のことだし聞いたことがなくても別に。雪狼正体、雪狼正体。わっ、セシリア様！しぐれキラさんはセシリア様の配下にいた方だったんですね。まさか、そんなすごいバルキリーの先輩と出会えるなんて。本当に夢を見てるわけじゃないですよね？いや、夢ですね。違うんですか？何？少し落ち着いて。伝説のバルキリーには初めてお会いしました。もっと近くでその演習を拝んでもいいでしょうか、キラ先輩。え、拝む？あの、待って、この子ってば、どうして急に？これからはキラ先輩の輝かしい歴史を心に刻み、どんな時も忘れたりしません。ビアンカ、あなたの隊員選びのセンスって本当に大丈夫なの？まさか終焉を乗り越えただけじゃなくて、こういう世界でもいろいろあったなんて。全てが解決してよかったわ。それで、あなたたちはテレサ主教の依頼を受けて、この世界の泡を調査しに来たの？それは、そう言われると間違いではないんですが。その件については、説明すると少し複雑になります。確かに、今はまだ任務をこなしてる最中ですが、ここに来たのは、事故が原因なんです。さすがに、うっかりここに入ったってわけじゃないでしょうね。実は、その通りです。正確に言うと、私たちは誰かの手によって、意図的にこの世界の泡に飛ばされたんです。黒幕はずっと姿を現してませんが、多分私はその人のことを知ってます。まさか、彼女たちは。キラ先輩？いえ、何でもないわ。それが原因で仲間と離れ離れになったのね。そうだと思います。でも、辺境の村をくまなく探しましたが、彼女の姿は見当たりませんでした。じゃあ、扉の向こうで探してみない？高塔の下は見える？あれが、セントソルトスノーの都市部で、通信も交通もすごく発達してるの。仲間がまだこの世界の泡にいるなら、あそこで情報をつかめると思うわ。ほら、
キラ先輩もこう言ってますし。元気を出しましょう、ゼーレさん。きっと彼女を見つけられるはずです。何しろ二人は、心が繋がってますからね。うん。ありがとう。スーサナさんの言う通りに、もっと彼女を、そして、私たち自身を信じるべきだよね。そう来なくっちゃ。三人が今まで何を経験してきたのかはわからないけど、個人の能力より、チームの信頼感の方が大事な場面はすごく多いのよ。三人。はい。そうですね。もう一人の私が行方不明になった理由は、まだわからない。それまでは、多くを説明しない方がいいのかも。じゃあ、私も人探しに付き合いましょうか？え？本当にいいんですか？厳密に言うと、ここに来たのはこれで二度目なの。あなたたちは初めて来たわけだし、この世界の泡のこともよく知らないから、一緒に行動した方がいいと思わない？もちろんです。ゼーレさん、伝説のバルキリーと一緒に行動できるなんて、私たちは本当にラッキーですよ。そうだね。ありがとうございます、キラ先輩。でも、迷惑をかけてませんか？そんなに遠慮しないで。漁師の海で漂流する者同士だし、お互いの面倒を見るのは普通でしょ？それに、もともとここで調査しているし、同行するのもついでだから。調査、ですか？私たちに協力できることがあったら、教えてください。つまり、キラ先輩はそのためにこの世界の泡に来たんですか？どうかしらね。あ、まさか、キラ先輩は何か重要な極秘任務を行ってるんですか？天命を離れたとしても、キラ先輩は様々な災害の第一線で活躍し、世界の泡の平和を守ってる。きっと、そうですよね。心配しないでください、キラ先輩。バルキリーとして、その秘密は必ず守りますから。うんうん、誤解よ。ここに来たのは、むしろ、とても個人的な理由があるからなの。なんて言えばいいのかしら。どのアイドルも手に入れたいと思うものを探してるだけよ。そう、あれ！天雷のように美しい声を手にするための特殊なアイテムよ。美しい声を手にするための特殊なアイテム？二人とも絶対に内緒にしてよね。何しろこれはアイドルという仕事に関する企業秘密なんだから。とにかく、以上が私個人の黒歴史よ。私たちの目標が人を探すことなら、とりあえず街に行って聞き込みをしましょう。ものすごく高い塔以外は、固有世界と特に違いはありませんね。まずは、住人たちに状況を聞いてみよう。ええ。ここに来たのは二度目だけど、前回は交流する機会なんてほとんどなかったから。お嬢さんたち、外から来たんじゃろ？え、どうしてわかるんですか？わしは年を取ったが、記憶力には自信があるんじゃ。
お嬢さんたちのように特別な格好をした若い娘さんを見かけたら忘れたりはしないさ。よかった。じゃあ私とよく似てる女の子を見かけたりしていませんか？仲間なんですが、はぐれてしまったんです。見てないな。ここ数日はお嬢さんたち以外の異邦人が来るようなことはなかったはずじゃ。そうだったんですね。ありがとうございました。少し待った。お嬢さんに仲間を見つけられる方法を教えよう。え？祈ればよいのじゃ。お嬢さん、信じる者は救われる。わしのように心を込めて祈れば、きっと賢者様がお嬢さんのもとにいなくなった仲間を送り返してくれるはずじゃ。どうじゃ、賢者様の導きを感じたか？多分あまりにも信憑性がありませんね。しょうがないわ。ここの文明は固有世界よりもずっと発展していないから。他の人たちに聞いてみましょう。こんにちは。女の子を見かけませんでしたか？私とよく似ていて黒いスカートを履いてるんですが。見かけてないね。そうでしたか。こうしよう。今お客さんが言った特徴を覚えておいて、その人がここを訪れたらあなたたちに伝えるよ。本当ですか？ありがとうございます。まあまあ。ちなみに今日の宿泊先はもう決まった？ここなら交通が便利だし、隣人も友好的。隣の娘さんの行き先はわからないけど、とにかく治安がいいから安心して。もうすぐ就寝の時間だし、ここに泊まったらどう？閉店時間が過ぎてから泊まる場所が見つからなかったら大変だよ。店主は本当に商売上手ね。外は明るいし、夜にはまだまだ時間があるじゃない。私たちのような商売人が時間を間違えると思う？スケちゃん、今は何時？セントソルトスのお時間で22時16分になりました。夜更かししないよう早めにお休みください。え、これは変ね。もうそんな時間なの？まだ日は暮れてないのに。お客さんたら冗談が好きなんだね。日が暮れるなんてこと起きるはずもないでしょ。ここが白夜の世界だなんて知らなかったわ。通りで明るい割に通行人が少ないのね。でも、キラ先輩はここに来たことがあるって言ってませんでした？前回来た時は夜がないことに気づかなかったんですか？その通りよ。前回は少しトラブルがあってこの世界の泡に長く滞在しなかったの。一日もなかったんですか？一時間もなかったのよ。でも、ここが昼夜が変わらない世界だとしたら、どうして彼らは固有世界と同じ時間の概念を持っているのかしら。それってさっきセントソルトスノー時間で22時16分って言ってたわ。つまり彼らにとって今は夜でも空の景色は変わらないのに、どうやって0時と12時を区別しているの？確かに現実世界で12時を正確に定義できてるのは太陽の高さを基準にしてるからですが、彼らは何を基準にしてるんでしょう。そう考えると彼らの時間の概念が
私たちと同じだなんて確かに変です。それにあのスケちゃんもどう見ても人工知能ですよね。こんな年代間のある都市で人工知能を目にするなんて、生きてる宇宙人を目撃することよりも変です。宇宙人なら本当に存在してるかもね。え？私の話を覚えてる？世界の泡は特別で独立した存在というより、ここを支配する権能が固有世界と一致しないからこそ、そういった常識外のことに遭遇するの。常識から外れているのに辻褄が合う。まるで不思議の国のアリスやオズの魔法使いの話みたいよね。幸い絵本の展開とは違って、私たちはここの時間に合わせなくてもいいはずよ。休む前にもう少し聞き込みをしましょう。こんにちは。剣霊が見てる。人の夢を邪魔する奴は雷に打たれるよ。そんな残虐な相手は本当に剣霊と言えるんでしょうか。すみません、ちょっと聞きたいことがあって。もういい、キリがない。何がですか？説明する時間はない。早く避難しないと。賢者の使いがもうすぐ降臨して災いをなくしてくれるだろう。その前に君たちも急いで避難した方がいいよ。待って。どういうことでしょう。見当がつきませんね。でもさっきの音は多分。とにかく音の出所を探しましょう。道理でさっきの人は慌てて隠れたのね。この数は多すぎるわ。でも敵を倒すくらいバルキリーにとっては何の問題もありませんですよね。問題ないよ、スーサナさん。悪くないわね。基礎ができてるし、崩壊エネルギーの使い方にも慣れてる。本当ですか？よかったです。スーサナさんはずっと戦闘技術を磨いてきたし、努力は必ず報われるって言うよね。ユランダル様も同じことを言ってました。ここは天命の先輩として、この世界の泡で戦う時のコツを教えましょう。ようやく減ったみたい。この世界の泡の暮らしは、あの宿屋の店主が言ってたように安全じゃないのかもしれませんね。
い。こんなすごい人には久しぶりに会ったよ。安心して、君たちが来てくれたから僕は無事だよ。こんなに完璧な女の子は珍しいね。危うく見惚れるところだったよ。目を離すのも惜しいくらいだ。そうですよ、ゼーレさん。さっきの一撃は見事でした。私もびっくりしましたよ。それほどのものでも。おや、恥ずかしがっているのかい？でも少しも大げさではないよ。空から舞い降りて敵を撃退した時の君の姿は、実に強くて美しかった。まるで伝説の精霊のようだ。ああ、すまない。まだ君の名前を知らなかったね。精霊のお嬢さん。精霊のお嬢さん！いえ、私は。はいはい、もうからかわないであげて。これ以上話を続けたら、精霊さんの顔が真っ赤になるわよ。もう、キラ先輩まで。ごめんね。でも、元気そうよね。怪物に襲われかけてたのに、それでも口達者でいられるなんて。あの怪物たちは、しょっちゅうセントソルトスノーにやってくるから、もう慣れっこなのさ。ただ、今回は運に恵まれず、秩序を維持する紳士に、怪物の仲間だと勘違いされただけで。それに、怪我したとしても、口さえ無事だったら会話に支障はないよ。怪我は全然大したことないけど、話せなくなったらそれこそ参ってしまう。つまり、さっきの敵は、紳士と呼ばれてるの？そうだ、聞き忘れるところだったけど、君たちは外から来た旅人だね。ようこそ、セントサルトスノーへ。え？わかるんですか？このセントサルトスノーの住人は皆、僕の知り合いだからね。ここに知らない人はいないよ。なんとなく、想像できます。だから、僕たちも友達にならないか？別に異邦人が珍しいっていうわけでも、君たちが喧嘩に強いからでもない。僕は面白い人といるのが好きなんだ。彼らの日常の話を聞いていると、まるで、僕も様々な人生を手に入れたような気がするんだ。楽しいだろう？それに、君たちは僕を助けてくれた。僕はその瞬間から友情を感じたんだ。君たちならきっと断らないよね。ね。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう言ってくれると思ったよ。では、地元の人間として、君たちをもてなそう。僕はビタ。歯が唇を優しく噛むビニ。舌が優しく歯に当たる、タだよ。賢者に愛された純潔の町、セントソルトスノーへようこそ。友人、そしてガイドとして、君たちのそばにいよう。